今バックスイングをして、はい、でダウンスイングで、はい、こうやってこうやってこうやってくる。だからこれが内側が入ってくる動きになってる、はい、とこれはバックスイングをしたらダウンスイングで、はい、でかかとができるんですよ。かかとができるんですよ。はい、これできる。はい、じゃあ振って振っていきます。こういう右足の速さ。だから本来ベタ足じゃない。ベタ足じゃなくてもいい。でもこう回らないってことですか。回らない。そうそう。じゃあ膝は横には倒す。膝が寄ってかない感じです。そうそう。ちょっとここが開く。そうそう。だから今の右股関節がこうやって開いてくるじゃないですか。これはまだ右の外旋という動きなんですけど、はい、こっちが腰が回っていくんで、本来こうやって全部がこうやってついてるとか自然かもしれないけど、ここは右の足がこうやってしっかりこう、こっち側、こっち側方向ですよね。かかとの内側にこう回っていくのと逆の方向。かかとの逆回転のイメージがある。そう、そこと左の動きがこう、合わさることによって、そうそうそう。そうそうそう、そうすると、基本的にインパクトじゃ重くなる。そう、そうなるんです。だから、要はこうなってしまう、側屈とか動きがあるんだけど、今はこれが、どっちかっていうと、こうやって突っ込む。だから、ドライバーとか調子が悪いのは、それで突っ込んじゃってるんで、まあ、ドライバーなんて、特にこの、ドライバーはこの、また詳しく言いたいんですけど、ドライバーは、まあ、このね、垂直じゃなくて、ちょっと斜めの位置があって、こういうアッパーブローで打たなきゃいけない、はい、このアングルをキープしなきゃいけないんですか、はい、だから、これが基本的にこの辺がこう入ってもない、はい、だからこれで打つだから右の足が打つ、右の足っていうのはここから入ったので、左膝伸ばしてます伸ばしていいと、はい、あ、知らなかった、おいやいや、足は、足はなんかこれ、左膝っていうのは、腰、まさにいいんですか、伸びていいんですか、今、いいも伸びていいですか、膝全く、ピンで、伸びて、うん、はい、はい、あ、こちらそう、インパクトがすごい、はい、そうそう、そこの辺で伸びていいんですか、いや、もう伸び、こうやって曲がってるじゃないですか、クラブこう来て、もうこの辺からも伸び始める、わかります？なんか、はい、なんかそうすると迷いなく乗れる。あれ？いやいや、そういうことですよ。いや、だからそれが手打ちじゃないけど、いや、手でコントロールした感覚ないじゃないですか、うん、今のは手も。あ、今これ自動ですね。そうそうそう、はい、これは自動。自動、はい、で、手とクラブっていうのはその動きにこうついてくる、まあ、いわゆる自動的に使われる、はい、そうそう、やってみましょうね。どう知らない。はい。いいじゃん。今のでいいですか。めっちゃいい。もう一回もう一回。はい。今もちょっと腕の方は気にせず、足の動き。足のそうそう、腕の前は全く気にしない。気にせず。あれ？足は。まあもうちょい。本当はもうちょっと返して、もう、あ、
あのかかとは、そう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 、そう、はい。でね、はいはい、この右足のこの動きのこういう感じ で、はい、で今はこう来て、はい、こう入ってくるんだけど、うん、ここから左の足しっかり使いながら、うん、そう、もうここで右足の形が違うの分かります、うん、これね、ま、あこれ今やったから分かるんだけど、うん、これパッと見これ分からない人が多い、ただ膝には分かるけどね、はい、そう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 、違いますね、うんうん、こっちはもう全部ちょっとこう体が詰まってっちゃってる感じで、うん、はい、ここで、うん、これフィニッシュだと、うん、まだ外回りしてるけど、だからここで今みたいにでも足を使うとこれ、うん、つま先をここ見ると、はい、ほら完全につま先立ちになっちゃう、はいはい、こうやって右足に残るプロゴルファーっていないんですよ、まあ、まあ一部いるんですけど、うんうん、一部いるんだけど、でもやっぱり正しく来るとこういう感じになるんですよね、うん、でなおかつこうやって左足のこのかかととこの結構外側のこういう、はい、うん、受け方をして、うん、行くっていう感じなんですよね、うん、で足の感じはこういう、はい、だから膝はだから、伸びていいと、左膝はね、はい、あ、まあ右膝もそうですね、右膝、そうそう、右膝も伸びていいよっていうことですね、ここからここから上げていきます、はい、トップダウンに入ってきます、そう、見てこれ、これボールに全然近づいてないじゃん、ん、ここの足、はい、こう、まあ、こうやってダウンスイングがこうやってスッとこう入ってきますよね、はいはいはい、でこっちはこうやってボールに出てくるでしょ、でこっちはボールとの距離感が保ててる、だからここで見るとこっちもシャンクギリギリだけど、こっちは真ん中で当たってるでしょ、うん、そう、この見え方、うん、だインパクトってのはこうやって膝が伸びていっていいんですね、いいですよね、はい、で前傾はどこでやるかっていうと、はい、膝の高さじゃなくてこの右の脇腹のこの側屈でボールとの前傾角、ボールとの距離感を保つ、はい、ここを膝の高さと、高さでボールにアジャストするっていうイメージを持ってると、うん、急にゴルフ難しくなっちゃうんで、うん、膝はこうやってこっち曲がってますね、はい、曲がってます、そう、ここいや腰向こう向いてんだから、うん、膝の高さが曲がっててもあんましょうがなくて、向こう向いてんだからここでそう、うん、ここでボールとの距離感っていうのを距離感覚ですよね、はい、うん、保ってあげる、そうそうそう、全然違う、そう、うん、だから一番最初にスイング診断した時も、はい、まあ、アドレスも違ってたから、うんうん、お尻の位置がね、そう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 、やっぱこれが今の使い方だとこうやって前に出てきちゃうわけです、うん、でこれがこれ前に出てるよね、出てるやんみたいな、でもうちょっと左の腰が切れてくるといいんですよね、左が切れる、もっと後ろ後ろだから体で言うとこっちそ う、 うん、そう、ただ、ね、ただ右サイドが出てきてない分だけ、ここにしっかりスペースができてるわけじゃないですか、はい、そうそうそう、うん、ここはねもうちょっとこのここの足の膝の足の動きっていうのは、はい、最終的にはもうちょっと大きくする、これ今膝伸ばしてるんだけど、これジャンプしてるみたいな話じゃないですか、はい、ジャンプするときって一
一回しゃがむじゃないですか。だからカウンター動作っていうのが入るんで、もうちょっとこの沈んで上がってっていうのが入ってくると、もうちょっとしっかりしてくると思うんですよね、はい、うん、そう、まあ、こんな感じで、だからちょっと今週は足の動き、うん、で前回こうやって足あの体が先に回ってくると、前回やったこのインパクトのこのハンドファーストっていうのはやりやすく、はいはい、今は体が止まりやすくて腕がこう詰まって右肘が入ってくるところがないんで、どうしてもあのイメージを持ってても少しこうすくうような動きになっちゃったりするんで、そう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 、はい、うん、こんな感じでちょっと練習をしてきて、はい、足ですね、足次々詰め込んでいくパターンになってるんですけど、消化できなくなってるって言ってました、はい、そしたらもう一回もう言い直しみたいな感じにいくんでね、はい、そう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 、ね、はい、うん、で今日のポイントは、あと右足ですね、うん、右足、うん、右足がやっぱりこう、うん、あの外側に回らないように、かかと右かかとが外側、はい、外回りしていかないようにちょっと注意するという、はい、この動き初めてでした、うん、まあ、これはそうですね、あんまりこうゴルフスクールでもここは見るとこないかもしれない。僕が言うのなんか。回しやる感じ。回しいいですね。はい。だってこう回しでって。回しでこっちの、そう、こっち軸足の方がこう開いていくんですよ。開いていく。え？開いていく。あ、え？あ、そうそうそう。ここからこう開いて腰に打つんですけど、こっちが内線。あ、絶対。あ、こう。うわ、すげえ開いてバーンとずって、あ、じゃあそれ、はい、あ、広いんですよね、これですよね、あ、でも、硬いなりに、あ、いや、でも、こうやって今みたいに説明してスッと、あんまりできないいや、本当はもうちょっとボールとか使って、はい、普通こうやって入れなくて、まあ、こうなったら、ね、こうなるのがいいんですよって言っても、なかなかできないのなんで、結構ね、いろいろチューブ使ったりとかボール使ったりしてトレーニングしないとなかなかできない、はい、だけどちょっとできるっていうのはやっぱカナテの回しがいいわ、回しがいいって言っていいのかな、私肩なんで肩しかやんないんで回しがいい出ないんですけど、でもなんかここの股関節は蹴りに通ずるものがあるあ、でもありますよね、だって軸足があってそうですね、こうやってるんですよね、大変違うことですよ、いやでもなんかこっからこう切れそうですよね、はい、そう、ゴルフはだからこれが左の今までの左の股関節がここを中心にこうやって回っちゃうんですよね、はい、そう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 、だからボール、そうじゃないとボールとどんどん詰まっていっちゃうんですよ、っていうのはここの背骨が軸なんで、やっぱ右はやっぱここを軸にすると右は前に出てくるんですけど、出てくるし左は引けてこないといけない、はい、そうそうそう、でこれが少しこういう足のこういう動きも入ってくるんで、ね、そうそうそう、じゃ膝がそう伸びていく、はい、そう、両方ジャンプ、うん、ジャンプ、ジャンプ、何も考えないからです、だからスイングはそうやってもう頭の中、まあいろいろこの後練習してって、もうすごい極端な意識でやったりするんだけど、スイングはできるだけもう、はい、打つって言ったら、もうそのくらい頭の中真っ白になるぐらい。で、いい。じゃないと、やっぱりそれってスイングに流れがないってことなんですよ。何言ってるかもしれない。ちょっと最後。リズム。あ、自動でできる気がしますか。これまでのなんか違和感バリバリのやつとちょっと違うだから。だんだんね、そうなってきます。おー、いい、めちゃくちゃいい終わりじゃない、終わり、無心で打てる、もうレッスン終了ぐらいの、もう一回、はい、180日を待たずして、でもスコアとは直結しない、パターが出てましたもんね、パターがスリーパットリューパスはダメだな、次回パターがやってみましょう、そう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 、ほら、いいですか、ここからこれも、うん、これもんで伸ばしてます、そう、うん、すごい楽に、
あ、これいいんですね。うん、そう、でもこれ、あの、他の選手とか、はい、あの、なんかいろいろ見て、あの、動画を YouTube で、あの、こういう動きになってるので、そういう目で見ると。はい。はい、じゃあ引き続き練習、頑張ってください。はい、ありがとうございました。